皆さんこんにちは、ハロハロネクストです。フィリピンに関する知って得するニュースや知識、面白ネタなどをハロハロネクストの視点でシンプルに分かりやすくお伝えします。フィリピン最大の有料道路建設運営事業者である MPTC は9月1日から2ヶ月間指定された料金所にて無人運行の試験運用を行い、徐々に現金レーンを撤去して高速道路にキャッシュレス料金徴収システムを導入する予定です。これに伴い高速道路を使用するための RFID ステッカーを準備するようドライバーに呼びかけています。現在約 75% のドライバーがすでに RFID によるキャッシュレス料金徴収システムを使用しているとのことです。お盆休み中に東名高速道路を使って出かけたのですが、日本ではまだまだ現金レーンで支払いをしている車をたくさん見かけました。フィリピンのこのようなデジタル化への積極的な取り組みのニュースを聞くと、日本はますますデジタル化の遅れる国になっていくことが懸念されます。フィリピン気候変動委員会は南西モンスーンや最近の豪雨にもかかわらず、今後数ヶ月間にわたり到来する熱波に備えるよう市民に警告しています。これにより干ばつや水不足となる可能性があります。またフィリピン大気地球物理天文局によると、ルソン島、特にメトロマニラ地域でより高い気温が予想されると警告しています。実際先週からメトロマニラの多くの地域で摂氏40度から43度の気温が記録されています。これだけ高温になると熱中症や熱痙攣のリスクが高まりますので、外出される際はくれぐれも暑さへの対策を忘れないようにしてください。フォーブスは2023年のフィリピンの大富豪リスト50人を公開しました。第1位は C 兄弟で SM グループの上場企業であり、銀行、不動産、小売などのコンブロマリットである SM インベストメンツや SM プライムが資産の多くを形成しており、約2兆800億円の純資産となっています。第2位はマニュエル・ビリアで不動産開発会社ビスタランとライフスケープスの会長です。純資産は約1兆4000億円です。第3位はエンリケ・ラゾン・ジュニアでフィリピンの港湾オペレーターであるインターナショナルコンテナターミナルサービスの会長です。純資産は約1兆1700億円です。リストに載っている50人の個人のうち、食品飲料業界から13人、不動産から6人、メディアとエンターテインメントから4人、金融や投資関連から3人とのことです。さすがにフィリピンの大富豪ともなると莫大な資産を持っていますね。フィリピン統計局の調査によると、フィリピン国内には148万人の働く子どもたちがいて、そのうちの87万人が児童労働者または重労働を行っているとのことです。子どもたちは学校に通わず、代わりに農地や事業所で週に何十時間も働いて家族の収入を補っています。最小で5歳の年齢から夜間や危険な条件下において働いています。子どもたちが両親を助けたいという欲求は非常に強く、朝起きたら彼らは田畑に作業をしに行き、学校から帰ってきた後も手伝います。フィリピンでは貧富の格差が縮まらず、富める者はさらに富み、貧しい者は永久に貧困から抜け出せない現状があります。心が痛くなる調査報告ですね。フィリピンでケチャップといえばトマトケチャップではなくバナナケチャップですよね。皆さん食べたことはありますでしょうか。そもそもフィリピンでバナナケチャップが登場したのは、第二次世界大戦中トマトの入手が困難だったためにフィリピンで豊富に取れるバナナを代用したことが始まりです。トマトケチャップと比べると少し甘いですが、色も赤いし酸味もあるので、フィリピン料理でバナナケチャップが使われていても気づかない方も多いかもしれません。バナナケチャップを使う食べ物のおすすめは、ジョリビーなどのフライドチキンやフライドポテトなどとも相性が良いので、ぜひ試してみてください。このニュースの感想や質問などはコメント欄にお願いします。それでは次回もお楽しみに。